すごい、めっちゃ大きい。今日はスモールワールズ東京に来ました。ここはアジア最大級のミニチュアミュージアムです。いろんな世界中の都市とか、あとは入り口にちょっとねエヴァンゲリオンがいたんですけど、エヴァンゲリオンの街とかいろんな街のミニチュアサイズが楽しめます。それでは早速行きましょう。チケットをゲットしたので行きます。すごいいろんなコラボをやってるみたいなんで、楽しみながら行きたいと思います。いろいろ探していくみたいです。エレベーターの入り口のところにもミニチュアがいた。空手。とりあえず2階に行きます。エレベーター降りてきたらいっぱい白い柱みたいなのがあって、近くで見るとミニチュアのお家になってんの、めっちゃかわいい。これはお風呂です。めっちゃかわいい。あとはキッチンもあったし、寝室もありました。どれも本当に小人さんが住んでそうな感じで、すっごいかわいいです。やばい、めっちゃ来てよかった。ちょっとこのままウェルカムドリンクの券をもらったので、ちょっとウェルカムドリンクを飲んできます。カルピスをもらいました。いただきます。めっちゃ久しぶりに飲んだけど美味しい。天井がすごいキラキラになってます。目の前にはジオラマがあります。お、電車が走ってきたカルピスごちそうさまでした。もうあの模型の周りに椅子がたくさんあって、このジオラマを見ながらご飯とか、あとは飲み物を楽しむことができるみたいです。めっちゃ楽しい。たまに電車通ってくるし。じゃあ次へ行きます。3階のメインエリアに来ました。ちょっとこれを解きながら行きたいと思います。楽しむぞ。最初は宇宙センターエリア。打ち上げのスケジュールまで書いてあります。もうちょっとだ、待とう。宇宙空間が広がっております。すごい、早く打ち上げみたいな。めっちゃ楽しみ。ポケットとか、あとは未来の乗り物みたいなやつもある。こんにちは。シャッタークローズ。なんか始まった。 Now preparing to launch Saturn V rocket 5 minutes to launch VAV 閉まっていく。めっちゃゆっくり動いてる。発射台にもうちょっとで着きます。ロケットが無事に打ち上がって、機械が帰っていく。宇宙人がいる。キャー。自分のフィギュアも作れるらしい。次は世界の街エリアに行きます。すごい素敵な街並み。山。こんにちは。いいですね。雪山もありますよ。こっちの街もすごい素敵な雰囲気。人がたくさん、桜も咲いてる。綺麗。電車が来るぞ。すごいチョコレートの匂いがする。次の町は海があります。すごいお城みたいなお家がたくさん。ちょっと覗いてみます。洗濯物もあります。すっごい立派な駅、栄えてますね。綺麗。こっちは賑やかな繁華街。すごい、本物みたい。お、
車が走ってる。何も知らずに見たらミニチュアってわかんないですよね。すごっ。次のコーナーはなんと大好きな飛行機。空港らしい、ここすごい。見て、いっぱい。飛行機がいっぱい動いてる。ソーセージの飛行機。ソーセージの上にソーセージがたくさん乗ってます。かわいい。ここでは飛行機の離陸と着陸両方見られます。こっちは着陸で、あっちに離陸もありました。すごい。しかもさっき入った時は夜だったのに急に明るくなって朝になりました。こんにちは。お、すごい近くで見られるここ飛行機。なんか穴があってそこに入って OK になってるんですよ。こんな感じでめっちゃ近い飛行機。離陸する。わー、飛んだ。次はエヴァンゲリオンコーナー、レッツゴー。エヴァンゲリオンコーナーの前にこれするの忘れてました。もういいかな、ちょっと戻って見てみよう、後で余裕があったら。あれ、エヴァじゃなくてターミナル1だぞ。ターミナル1を見よう。じゃあターミナル1に来たんだけど、ここ関空だったみたいです。関西空港。お、 ANA が飛び立ちます。すごい、見たことある飛行機がいっぱい。ちょっと飛行機を見すぎたので、そろそろエヴァンゲリオンに行きます。出発。エヴァンゲリオンどんな感じなんだろう。エヴァンゲリオン実は見たことないんですよね。あれですよね、残酷な天使のテーゼ、それは歌える多分。もうすでに見えます。すごい、めっちゃ大きい。怖いな、こんな大きいの。ではエヴァンゲリオンの格納庫に行きます。ちょっと怖いな。何かが始まります。ちょっとね、周りにね、人がね、誰もいなくて、ちょっと怖い。出発。なんか移動してきましたよ。どうなるでしょう。あれが2号機なんですね。うわ、いなくなった。すごい、みんな降りてきた。なんか一番右のやつなんか見たことあるな。帰ってきた。すごいな。エヴァ見たことないけどなんかすごかった。ちょっと怖い雰囲気。次、第三新東京市に行きます。よく見かける駅前が出てきたんだけど、これもエヴァなのかな。アニメのイラストがたくさんあるから多分ここもエヴァの街です。学校発見。ここのエリアも急に夜から朝に変わった。すごい、本当にリアル。あっち側にはねビルも建ってます。すごすぎる。回ってきて今度は制作スタジオになりました。すごい、いろいろ見られるみたい。実際に作業してる場所、すごっ。すごい、ここで作ってるんだ。すごい、実際に作ってる人がいる。ぐるっと一周してきて戻ってきました。で、ここ実はさっきちらっと見たんですけど、フィギュア、自分のフィギュアを作って住民権を買って1年間ここに置くとこができるらしいんですよ。ちょっと申し込み書もらってきたんで、自分のフィギュアを作りたいと思います。ちょっとどこに置くかっていうのを決めていきます。歩いて見ながら探してきます。置きたい場所を第二希望まで選べるみたいなんですけど、ちょっと大好きな空港は置ける場所が少ないみたいなので、この世界の街エリアから選ぼうと思います。結構この街好き。第一希望はこの辺にしたいと思います。
第2希望はこの辺にしようかな。置きたいところが決まったので受付に行ってきます。このライトプランの住民権プログラムで世界の街エリアを選びました。いろいろプランがあるみたいで英語でもしっかり書いてあります。はい、で、中心はこちらになりますので、ここ顔はここを向けておいてください。体を横にするのは大丈夫です。ただお顔がこちらでお願いします。はい、ポーズは大丈夫ですか？ポーズですか？例えばお花屋さんの前にいて、何かこう探してるようだったり探してるようなポーズとか、この辺りはお任せします。一応手は出ますね。はい、出ます。はい、続いていきましょう。はい、では撮ります。はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。無事に撮影が完了しました。でこれ2ヶ月後に完成して受け取れるみたいです。2体作って1体は住民として置いてあげて1体はもらえるらしいです。楽しみです。あのね、あのお店の人に撮ってもらってハートポーズをしました。バッチリ撮れたので楽しみです。もうめっちゃ楽しかった。思ってた以上に3、4時間ぐらい見ちゃってすごい楽しかったです。ぜひ皆さんも来てください。本日も最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。